げんよう。シークレット歌劇団0931オークサイ夢組トップの銀河優と、同じく夢組トップの甲賀美鈴です。はい、パンです。なんかこれはサンドイッチになってるのか。挟まっています。何が挟まってるんですか。何のパンだこれ。主役はパンだろ。あ、そうです、うん、これだ。なんだ。コープ札幌オリーブオイル食パンだ。ほらな、しっとり柔らか食感、リピート決定。もう断言する。リピートの人が多いのか。多いです。ちょっと待ってて、このパン、オリーブオイル。普通パンを作るときな、今声が揃ったな、うん、あのバターを使ったり、うん、ショートニングを入れたりとかってするんだが、うん、その代わりにオリーブ、オリーブオイル、これ天然のオリーブオイル使ってる。一切使ってないです。こうやって入れて作ってるか。オリーブ、あのあるだろう。瓶からじゃないと思うぞ。こうじゃないか。これは塩、それ塩、塩。さあ食べよう。食べてみよう。味がしない。ピーナッツバター、バターが強烈だ。あとシナモンと。私はパンの食感がもっとしっとりしてるのかなと思ったんだが、うん、割と、なんだろう、パサパサしてたのか。ちょっとハード系というか、パサパサとは言ってないぞ。ちょっとパサパサって言ったら怒られちゃうからな。ちょっとしっかりとした食感のパンだなって感じがした。ああ、食感を感じてくれ。しっかりしてる。しっかりしてる。だからこれカリッと焼いて食べても美味しいと思うぞ。そう、カリッと焼いてな、バターいっぱいつけてな、サクッて食べるの好きなんだよ。それはお前が好きなんだ。そうだ、うんうんうん、これは売れてるのか。売れてます。やっぱりなんか混じりっけなしのパンっていうのはなかなかない、今ないからな。やっぱり風味残りにふわっとあのオリーブの香りがな、残るんですよ。私は今バナナの方が強かった。うん、私はな、うん、バナナを外してる。なぜなら挟んだバナナが嫌いだから。お前はバナナが嫌いだったのか。パンは好き。うん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 、あのイーストの香りとかパン独特のこう香りってあるじゃないか。あれよりかはイースト、イースト菌の、あ、イースト菌、うん、イーストってウエストイースト、そっちじゃないな、ウエスト菌の